岡、博多区で見つけたうどんのお店3店。まず、一つ目は、孤独のグルメでも登場した話題のお店、昭和29年に創業しており、歴史があります。うどんは1杯400円。テーブルにあるネギはかけ放題。スープは優しくあっさり、出汁が効いて染みるうまさ。麺は柔らかくてもちもち。稲荷は1個50円という安さ。お米がぎっしり詰まっています。2店舗目は藤松さん、1日20食限定のそば定食。そばとは別にもう一つの箱、蓋を開けると揚げ物やご飯が入っています。これだけ豪華で700円だからかなりコスパがいいです。3店舗目はこちらのうどん店、天かすがかけ放題。無料だからなんとなく得した気分になりますよね。注文したのは肉水、麺の代わりにお肉、卵、豆腐が入っており、わかりやすく言うと麺が入っていないうどんみたいな感じ。お肉たっぷりで、しかもご飯がセットなのでお腹いっぱい。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。美味しそうって思ってくれた方、チャンネル登録よろしくお願いします。